俺、料理の本買った。あ、買ったんだ。買ってそれ、ちょっとずつやろうかなってなってる今。クックパッドとかよりもモチベのためにってこと？なんか本の方が、俺本媒体好きな、紙媒体好きなんよ、すごい。はい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 。なんか自分でやったやつ埋めてこうかなみたいな、うん、丸とかして。はい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 。そのなんか埋めてく感覚が楽しい。料理図鑑。あ、スタンプラリー的なね。どん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 進んでくんだ。そう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 。いや、いいな。それをやり出しました。まあ、料理できるようになったら単純にいいよな。普通に。ね、なんかまあ、絶対腐ることないし。それで一回作ったやつ、次レシピ見ずに作れるようになる。ね。ね、まあ、俺クラスになるとそうなってくるね、どんどん。まあ、今なんか、これ、作ってって言ったら。君、なかなか面白い冗談言う子だね。君も、勘がいいガキは嫌いだよ。浅すぎんこいつら。今度料理対決だな。創作対決だな。料理できんの？まあ同じぐらいだ。アルワさんもあれボブズキッティに出演する、もしかして。ねえ、普通にメニュー見ればって感じやな。いや、メニューは見ずに、見ずにボブズキッチ。しかも創作料理を食材だけ置かれて。ああ、まあ、テーマを決めて作る。なんとかなるかもな。そうよ、俺らのキッチンは。そうよ。結構散々の結果になるよね、意外とあれ。意外となんとかなりそうな気はするな、でも。ひなこさんだって天津飯のタレ作り始めたもん。そう、俺天津飯のタレしか作れんから天津飯のタレ作った。それを何にかけたんやったっけ？豚肉にかけたんやったっけ？なんか豚肉、ソーセージを豚肉で巻いたものにかけた。で、付け合わせにタコ、上に乗せといた。なんかの、なんか船みたいな名前だったよね。そう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 。なんだ、なんだかの箱舟みたいな名前にしたような、うん。名前もちゃんと付けてあげんといかんからね。ボブズキッチンには。そうですよ。これ出演拒否です。アルファさんは作ってくれる人がいるからな。ダメ。さやり。すいわ。さやり。まあ俺も配信できないだけでいるよ、それぐらい。まあ俺もいるけどね。もちろん。全然ないじゃん。全然いるけどね。俺もいるけど、その、うん、やっぱ振る舞ってあげたいっていう一心でやってるけどね、今は。ああ、逆にね、作ってあげてるんだけど。そう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 、そうですよ。ありがとうございます、なんか気遣っていただいて、ね。ウーバーって言いながら全部彼女が作ってるからな。サムライマックとか。サムライマックかも作ってくれんの、うん、作ってる。すごいね、結構いい彼女やね。何でも作ってくれるタイプな。何でも作ってくれる、言ったら。いいね。羨ましい。